名門大阪桐蔭高校で1年生から4番を任され高校通算70ホーマーを記録。2006年ドラフト会議1位指名でドラゴンズに入団。2015年には WBSC プレミア12日本代表に選ばれ、得点圏では驚異の打率6割超えをマークし日本を3位に導きました。今回はドラゴンズ一つ17年間プレーし攻守においてチームを支えてきた彼のジュニア時代に迫ります。皆さんこんにちは、トゥービーストロングアスリートナビゲーターの田中大輝です。この動画ではトップアスリートのジュニア時代についてたっぷりとお話を伺っていきます。さあ今回お話をしていただくトップアスリート、こちらの方です。皆さんこんにちは、元中日ドラゴンズの平田良介です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。引退されて少し時間が経ちますけれども、はい、今生活はどう変わりましたか。まあ今までは現役でずっと同じことの繰り返しっていうイメージだったんですけど、はい、今はまあ1日1日違うことがあって、はい、楽しく過ごさせてもらってます。まだ軟式でプレーはされてるそうですね。そうですね、日曜日だけなんですけど、はい、草野球の方をやらせてもらってます。まだある種現役ですよね。まあちょっとだけですね。 NPB は卒業しましたけども、はい、まだ現役ってことですよね。いいですかね、現役って。現役ですよ、現役プレーヤーですね。はい、でも全然軟式と硬式違くないですか。もう全然違うんですよ、はい、やっぱ硬式のように打ってしまうとボールが潰れて内野フライになっちゃうんで、うん、そこをちょっと今勉強中です。 あとは最近平田アカデミーも始まったそうですね。そうですね、アカデミー、はい、そうですね、今平田良介アカデミーとして子どもたちを、教えさせてもらってます。どの世代の子たちを教えてますか。小学生は 5,6 年生、で、はい、軟式ですね、うん、で中学生以上が、硬式を使って、指導させてもらってます。どのあたりを重点的にこう教えたいなと思って立ち上げたんですか。まあやっぱり子どもたちにとってやっぱ野球人としてもそうなんですけど、うん、まあ、一人の人としても成長していけてもらえたらいいなっていうふうに思ってます。結構教えるの難しくないですか。難しいですね。まだこう世代によってこう教え方とかも変わってきますし、うん、まあ、そこはまあ僕もまだやっぱ教え始めたてなので、まあ、勉強しながらやっていきたいなっていうふうに思ってます。もともとそのアカデミーを野球塾を始めようと思ったきっかけとか理由ってどういうところだったんですか。きっかけとしましてはやっぱ自分自身がこう楽しく仕事できる、はい、ことっていったら何かなと思った時にやっぱ野球だと思ったんですよね、うん、でその中で自分が現役の時っていうのはファンの人とか、選手、いろんな方に夢を与えることができてたと思うんですよ、はい、プレーで。ただ、これからはそのプレイヤーではないので、子どもたちの夢をサポートできたらいいなっていうふうに思って、はい、やらさせてもらってます。なるほど、はい、まあね、甲子園大活躍されて高校通算70本塁打入ってましたけれども、はい、こう小学校とかの時はどういう選手でした。走るのもできるし、はい、投げるのもできるし打つのもできるって、なんか何でもできる子でした。あ、そうですか、はい、もう相当有名だったってよく聞きますもんね。まあまあまあ、地元でですけどね、地元ですごく有名でした。もともと野球始めたきっかけは何だったんですか。きっかけは僕実家の目の前が公園なんですけど、ここに少年野球 の, そのチームが集合して、で挨拶して車乗ってグラウンド行くっていうスタイルだったんですよ。一回公園集合なんですね。そうなんですよ、公園集合だったんですよ。でその公園集合をいつも見に行ってたんですよ、はいはいはい、なんか何してんやろこの人らみたいな感じ で,、でじゃあ監督に誘われてでついていったら野球やって。それがきっかけですか。はい、それが始まりですね。どうしても野球やりたくてとかではなくて、はい、なんかついていったら野球やったっていうでやってみようかなみたいな。そうなんですよ、だから親が野球やってたわけでもないし。あ、そうですか、はい、じゃあもしかしたらその公演がなければ、はい、集合がそこじゃなければなければやってないから、はい、野球やってなかったかもしれないです。どのあたりから自分は野球で食べていけるなとか野球上手いなと思ってました。うまいなと思ってたのは小学校5年生ぐらいからかなと思います。でプロとして俺やっていけると思ったのは中学校中学ぐらい、はい、中学校1年生ぐらいだと思います。その2つのポイントはどうしてそういう理由が言えるんですか。ホームラン打てたし、その柵越えの、はいはい、で他の子がホームラン打てない中打てるし、でなんか盗塁とかもやってるし、うんうん、ちょっと俺すごいんかなみたいな感じはありました。なるほど。家でどういう練習してました、はい、小学校の時は。僕は
まあ、その家の前の公園で夜練習があって、夜練、はい、で夜練を毎日してたんですよ。あ、そうチームがですか。はい、チームで。そうなんですか。それがまあティーとかピッチング練習とかを毎日してたっていう感じですかね。じゃあたまたまやっぱその公園が練習できる環境だったら大きいですか。はい、はい、大きかったですね。夜練はどれぐらいやってますよ、量、時間。時間で言うと夜7時から9時までです。2時間。はい、2時間。毎日。毎日。毎日。月曜日から金曜日毎日。何年生が始めたんですか。野球始めたのは1年生からで、で夜練始めたのは3年生からです。3年生から。で6年生までやって。はい。じゃあもう家の一部みたいなものだった、公園が。もうそうですね、気持ちはそうでした。親もなんかやっぱ手伝ってくれてて、はいはい、なんかネット立てたりとかして、うん、ティーバッティングしてってやってたんで、やっぱりその小学校の時の練習量っていうのが、はい、やっぱりゆくゆくはプロにつながったと思いますか。あ、思います。はい、やっぱり練習は大事だなっていうふうに思いますね。家の中でなんか工夫して練習やってたことってありますか。自宅の中で。家の中はあのイメージトレーニングをめちゃくちゃしてました。どういうイメージトレーニングですか。なんかこう僕孫の手が家にあったんですよ。はいはい、孫の手を、孫の手今分かる子いるかな、はい、猫の手をしたね、はい、あれをバット代わりにしてなんかこうこうフォームをゆっくりこうやって、はい、なんかこうやって出すみたいなのをずっとやってました。まあ、バットは触れないけど、ね、孫の手であれば触れるから、はい、イメージはバットにして1時間ぐらい。結構じゃあ常に持ってた感じですか。はい、常に持ってましたね。平田家の家庭のルールってありました。ご飯これだけ食べなさいとか、はい、何々するまでは野球やっちゃいけませんとか、お父さんお母さんから指示されたルールってありました。野球を頑張るんやったらその、まあ、勉強も頑張らなあかんけどある程度は許すよみたいな感じです。ただその代わり野球はとことん頑張りなさいっていう、はいはい、教えでしたね。なるほど、はい、なんか朝早起きだったんですよ。あ、そうなんですよ。で毎朝僕毎朝家の前の公園で壁当てをしてて、はい、何時からですか。朝4時ぐらいからやってます、はい、4時に起きてたんですか。はい、4時ぐらいに起きてずっと壁当てして、で朝6時半ぐらいに自分で朝飯作って。自分でご飯作って。はい、昨日の夜ご飯のその米をよそって、はい、ほんでスクランブルエッグ作って。自分で。はい、ほんでソーセージ焼いて食ってましたね。すごいですね。もうなんか一人シングル A プレイヤーみたいなことやってるわけですね。本当ですね。その時が一番もしかしたらストイックやったかもしれないですね。それはどうして自分で作るようになったんですか。あのお腹空いちゃうんですよね。で親起こしたくないし、だからもう自分で作ってまえと思って。じゃあもうその練習も親に起こされるわけじゃなくて自分で起きて。あ、そうです。自主的にやってたんですか。はい、自分のルールですね。はい。実際こうプロ野球選手になってみて、はい、あの時があったからだなって思い出すと、やっぱり小学校中学校って大きいですか。そうですね、やっぱ小学校中学校の時のやっぱその生活とかも大きかったし、でやっぱ支えてくれる人がいたのがやっぱ良かったなって。やっぱ両親も応援してくれましたし、で監督さんコーチさんもやっぱいっぱい手伝ってくれたので、はいはいはい、そういう環境にいたっていうのもやっぱすごく大きかったなと思います。あとはまあプロに入って落合さんが監督だったっていうところはやっぱりいろんなことを教えてもらったと思うんですけど、はい、こう心に残っていることとかこう野球以外のことも含めてこういうことを教えてもらったなってどういうことがありますか。はい、落合監督からはその試合30分前にその食事とってたことがあるんですけど、はい、その時にあのなんで今食べてんだみたいな言われて、要はその30分前に食って消化できひんやろって、で消化できひん状態で試合出んのかっていう話をされて、で特にこっち先行だったんですよ、はいはいはい、で3番バッター打ってて初回回ってくるだろうってその状態でちゃんとした力出せんのかみたいな言われて、あ、常にやっぱ試合のことを考えて動かないといけないなっていうのを、はい、より最大パフォーマンスが出るためにどうしたらいいかっていうのを考えなさいと。はい、そこを学びましたね。あの、まあ、プロ野球選手になりたい子どもたちがたくさん見てるチャンネルなんですけども、はい、プロ野球選手に近づくためにやるべきことってどんなことがありますか。まあ、あのやっぱそのプロ野球選手になりたいっていうことを、ね、しっかり言葉に出すことだと思います。言葉に出す、はい、やっぱ言葉に出すことによってその自分はプロ野球選手になりたいとか、そういうのを自分の友達とかにもちゃんと伝える。で言葉にすることによって表現力、表現っていうか、その形になっていくものってたくさんあると思うので、しっかりまずは話す、しっかり言葉に出すことだと思います。平田さんの夢や目標は。僕はこれからはやっぱその子どもたちの夢をサポートしていきたいので、一人でも多く、
僕に携わってくれた子どもたちがプロ野球選手になる夢っていうのを叶えてくれることが、はい、僕の夢になります。さあということで今回はですね、平田さんにたっぷりお話を伺っていこうと思います。次回以降は実技に関しても伺っていきたいと思いますので、また次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。